ホラハの秘密基地。千秋の日かな、やたらなんかね、ナウシカとやりてえ、ナウシカとやりてえって言っててさ、で言ったの、あのナウシカとやりたいって言ってるけど、あのナウシカとやれないよって言ったんだ、いないもんそんな人って言ったんだよ。いや俺ナウシカとやりてえんだって言ってさ、その前いたとしてもお前はボコられて終わりだって言ったんだ、絶対お前指一歩触れれないよって言ったの、いや俺ナウシカでやるんだって言ってさ、なんだこいつと思ってさ、バカじゃないのと思ってさ、今刑務所に行ってたね。はい、で全国600万人のオナワファンの皆さん、オナワファンの皆さん、ありがとうございます、ありがとうございますっていうことでね、前回作ったこのね、BB 戦士ゲリググ、ゲリググ、せっかくね、このリゲググにね、変身できんのに変身させなかった、なんでかっていうとこのね、本体パーツのメイン色のウッドブラウン、まあ、これだけど、これがね、なくなっちゃったんですよ、切れちゃって塗れなかったんですよ。こっち本体のね、ゲリググを塗るのが手一杯だったんですよ。で、このためね、このウッドブラウンね、また買ってきたんで、塗りました。このリゲインのパーツをね。なのでね、まあ、せっかくなんでね、リゲインにね、しようと思います。そんな感じのね、今日は手抜き動画ですね。早速ね、リゲインに組んでいきましょう。もう、ここでガチャガチャやってもいいんだけど、絶対にね、グダグダになっから、組んじゃいます。早速ね、組んでいきましょう。これをね、リゲインに乾燥するとこうなります。キラリアリン。イエーイ、できましたトミックです。はい、BB 戦士、リゲイン、はい、リゲイン完成しましたよね。やっぱ俺、ゲルグの完成形ってね、やっぱリゲルグだと思うんだよね。リゲルグってやっぱね、この肩だよね。この肩のね、この、なんつうんだろうな、これ。バインダーっつうのかな、よくわかんないけど。このね、肩のバインダーがね、やっぱキュベレっぽくてね、好きっすね。ゲルググってやっぱ半端だもんなデザインがな。俺リゲルグこそね、ゲルググの本当の、まあ、姿じゃないかなと思いますね。ではね、うんちくいいからね、早速ね、各部と陰部を見ていきましょう。陰部を舐めていきましょう。陰部舐めたい舐めたい、もう疲れてるから舐めたい、舐めたいぞ。はい、ということでね、まず正面は、カンネケンディ。側面は、カンネケンディ。背面は、カンネケンディ。好きなアーティスト大月健二のことに、あれちょっとバックパック曲がってる？バックパックで、バックパックだ。キュッと、おい。あ、こんなまっすぐかな。こんなもんかな。はい。はい。まあ、やっぱかっこいいね、リゲルグね。俺、ゲルグより全然リゲルグの方が好きだからね。いいね。で、もちろんこっちにはね、ゲルグのパーツ、今度余っちゃうんだけどね。この上にね、ガチャって付けられるわけじゃないからね。縦もいらないか。いや、かっこいいっすね。やっぱ、リゲインは。今日はね、ちょっと短めの動画にしようと思ったんだけど、ちょっとまだ言いたいことがあって、今俺さ、すげえなんか自殺して、まあ、こういうことで怒られちゃうけど、自殺してなーってたまに思うときあるんですよ。ただ、発展途上の国に生まれた人たちと比べて、俺たちってさ、先進国で、しかも日本じゃないですか。先進国の日本に五体満足で生まれたってことは、もう宝くじに当たったのと変わんねえレベルなんだよ。ねえ、毛虫とかをさ、おやつに食う国に生まれてみ？最悪だぜ、おい。だから、ほんとね、いい国に、いい時代に生まれたと思わない、俺たちって。いい国の、いい時代の、いい状況で生まれたんですよ。五体満足でさ。ね、ポークチェーンも立つしさ、ちゃんと射精もするしさ。なのに、なんで俺こんな毎日自殺してなって、思いたくないんだけど思っちゃうんだよ。で、その理由がね、分かった気がするよ。天空の城、ラピュタ？聖域の色は白、ドピュタを見て思ったんだけど、主人公のね、バズーだ。もうほんとバズーとバズー間違っちゃうんだよな、ほんと。バズーは、チェンジマンの敵だから、ね。西洋バズー。パズーね。クリーンの声のね、パズーね。あの少年と自分を比べればいいんだよ。自分が今不幸だと思ってるやつは。俺はもう死にてよって思ってる男はね、前もほんと、俺の動画を見るのが生きがいになっちゃってる男は絶対ね、普段から自殺願望があると思うから、なんで死にてえのかっていうのは、ラピュタを見ればわかるよ。パズー、多分ね、この動画を見ている君とね、もう全てがね、真逆だと思うよ。まず、この動画を見ている君はつまんないね、毎日送ってるだろ。パズは違うんだよ。もう、伸び伸びと、
ね、もう冒険活劇、ね、ある日空から美少女が降ってきてさ、ね、降ってくるのは 美少女が自分好みかどうか知んねえけど降ってきてさ、でその子を狙ってた盗賊が現れてさ、でも盗賊は最終的に仲間になる、ね、仲間になって巨大なね、あのその少女を狙うというか飛行石を狙うその組織、天空の城ラピュタをね、あの狙ってる組織とさ戦うんだよ、ね、最初争ってた盗賊と手を組んで、その奪われたシータを助けるために冒険に出かけて、で全部最終的に丸く収まってさ、盗賊ともワイワイ仲良くやってじゃあねって言って、あのシータとバズーは去っていく、バズーは去っていくんだけど、もう絶対あの後やったろ、絶対あの後目こすり舐めたよ、絶対舐めたぞ、バズーは舐めた、絶対舐めた。うん、だからね、そういうね、あのライバルありのね、巨大な悪の組織ありの、あとロボットもあるじゃん、ロボットもありの、ほんとあの可愛いヒロインありのね、君の人生に何もないだろそれね、俺もだよ、安心しろ、俺も、うん、だからね、俺はね、今日からね、あのアンチパズーを名乗ります。うん、あのパズーを叩けます、徹底的にね、パズーを叩いて、あの俺の動画を見てね、寝る前にね、クスって笑って寝て、またつまんないね、会社に向かっていくだろう君たちのことを応援します、僕は。うん、もしくはあの学校で、隅っこの方でね、スマホで俺の動画を見てクスって笑ってる寂しい君のことを応援しますよ。うん、俺はね、このアンチパズーになります。うん、もうパズーみたいなリア充は許さない、絶対許さないからな。はい、ということでね、アンチパズーにチャンネル名変えますんで、はい、そういうわけでね、あのほとんど見せてねえな、これ。あ、そういうわけでね、あの、スバターでした。はい。パズーはね、敵だ。